はい、北海道にこれから納車買い取りしていきます。2台納車2台買い取りですね。見てください、タンクトップです。もう暑いんですよ今日、なんか知らないんですけどね。でもスタッドレスです。一応ゴールデンウィーク明けまではスタッドレスじゃないとって旭川の人が言ってたんで、ままですけども、溶けんじゃねえかっていうぐらい暑いです、東京。はい、高速道路に乗りましたね。数日前の雨の日に比べたら非常に快適。あれがこんだけ天気良かったらいいのにな。良かったのに。なんだか今日は低気圧が来てるみたいで、ものすごい風なんですよね。大丈夫かな？船むちゃくちゃ揺れそうですね。一応遅延は、昨日は遅延したみたいですけど、フェリー今日遅延ないみたいなんですけども、不安すぎる。てか暑い。この格好でも全然余裕。もうすぐかな。まだ圏央道ですけども、しかしすげえ風ですよ。まあ映ってるかどうかわかんないんですけどね、あの土煙で茶色い、ところどころつむじ風でなんかあの 土の竜巻みたいになってますよ。すげえなこれ、本当に怖い。到着しました。なんか 2,3 日前も来た気がするんですけどね。ね、サンフラワーいますね。もうついてます。風が強いから遅れるかと思ったんですけど大丈夫そう。でも今日はしけそうだな、揺れそう。これがガルパンかな。これがこちらの子がパンコちゃん、こっちがガルコちゃん、こちらがもう分かんないです。ガルパンいいぞらしいですね。本当なんかしょっちゅうフェリー乗ってる気がするな。このサンフラワーもですね、5月の前半でもう見納めですよ皆さん。次から新造船ですよ。寂しいな、この昭和の内装好きだったんだけどな。もうすぐ乗船です。明太子の金福って大洗にあったんですね。福岡じゃないんだ。ビュッフェですよ、やった、美味しそう。結構揺れるのでうろうろしてるんですけど、サンフラワーにはねこういうキッズパークってのがあります。まあもう5月で終わりなんでありましたになりますけどね。まあ昔は子供がいっぱい乗ってたのかな、この船ができた当初は。今じゃね、ここで子供が遊んでるのを見るのは稀です。ガチャガチャとかちょっとだけありますね。黒ひげとかアンパンマンとかね、プリキュア、これはガンダム、ガチャポン戦士ですねとかねありますけど、買われてる痕跡はあまりない。だいたいこの窓辺の椅子のところにまあ暇そうな人がくだまいてる感じだったんですけど、それすらいない。こっちはレストランですね。非常に席数がたくさんありますけれども、埋まってるのはあまり見たことがないです。あの反対側の方がね電波入るんですけどね、あんまり入らないんだ、こっち側は海側なんで。さあ新造船ではこれがどうなってるんでしょうね。楽しみでもあり、このねなんか昔の様子を想像させるこの景色を見納めかと思うと寂しいものです。てんだろうね、こういうのね。雪積もってる。はい、もうちょっとで、出られるはずなんですけれども、数日前に比べるとちょっと寒いですね。寒い。雪降ってもなんか納得できるぐらい寒い。よいしょ。下の秒が怖い。さて。雪が、山に雪が積もってる。さあ、時間がないので今日はこのままノンストップで行きます。はい、もうナビの入力は終わっています。さあこれから目指すのは室蘭。皆さん室蘭って知ってますか？北海道じゃない人はあんま知らないと思うんですけども、実際僕も行くのは実を言うと初めてです。いろんなね写真集出てきますけども楽しみですね。相変わらず風は強烈ですね。大丈夫かな。苫小牧の街中を走ってますね。このまま室蘭に向かうんですけども、
いつもね、北海道にこの時期春に来るとですね、思うんですけども、あのナンバープレートのネジね、これ車のネジがみんなね、こう錆びて、そこから錆び汁がツーって垂れてるんですよ。これね、あの雪国独特の現象なんですよね。なんかあれを見るとですね、あ、北海道来たなって気がしますね。冥王星より40年ほど長い周期です。すげえ綺麗。なんかあの辺まだちょっと滑れそうですけどね。東京じゃ桜咲き終わってちょっと暑くなってきたぐらいなんですけどもね、まだこの辺は寒い。さあ、非常に美しい景色と空の中、高速道路に乗ります。でもなんか北海道で高速道路乗るって意味あるのかなってちょっと時々思うんですよね。だってあの市街地外れると、あのすごい空いてるから信号もないし、こんな感じの道ずっと続くわけですからね。いやー、いいなー、バイクで走りたい。さあ、室蘭に入りましたね。もうちょっとでまず最初の納車が終わります。現在3時半ぐらいですね。この後札幌、そしてなんだっけ、小樽。今ね、母に来いと書いてボコイというところにいますね。もうちょっとで納車なんですけども、あ、すごい坂だな、大丈夫かな、いらっしゃるかな。ドキドキです。やっぱね、あの古いバイクなんで収めるのは結構緊張しますね。90年ぐらいのバイクですからね。輸送に耐えられるかな。はい、というわけで納車を終わりました。北海道寒いですね。数日前に来た時はすげえポカポカ暖かかったんですけど、むちゃくちゃ寒いな。早速セイコーマートのポテトとバニラミルクプリンと、あとなんかね、ショートブレッドお店で焼きましたって見つけたんで、これ買っちゃった。美味しそう。さっきご飯たらふく食ったところだけども、またさらに食べちゃいますね。じゃあここから札幌に向かいます。あー、北海道来たな。北海道だ。よし、再び室蘭を後に。さらば室蘭。なんか、あー、もったいないな。あー、もうちょっと探検したいところだけども、あー、ダメだ。でも今日はあと2軒行かなきゃだから、あー、もったいない。また来たい。すいません、室蘭の皆さん、失礼します。なんかすごい景色だけどカメラには収まりきらない。すいません、みんな来てみてください。なんだあれは。前方に巨大な岩の塊がある。崖といえば崖なんだけども、なんだかすごい、あのこの辺りはああいう切り立った地形が多いですね。なんだか非常に興味深い。ショートブレッド、これうまい。セイコーマートのショートブレッド超うまい。はい、先を急ぎたいんですけども、ちょっとやっぱさすがに1時半からずっと走って、今5時半なんですけども、ちょっと疲れましたね。少し休憩を取ろうかと思います。北海道の景色にセイコーマート。北海道っぽい景色ですね。ほら、なんかいいね、この夕暮れな感じが北海道っぽい。でも本当寒い。東京はもう初夏ですよ。タンクトップだったんだけど、こっちは寒いよ本当に。雪降ってもおかしくないね。いや、さあ、関東の人これ読めますか。全部砂川は読めますよね。下3つ読めますかね。来ました。コーヒー飲みます。だいぶ目的地に近づきましたね。ここまで来るともうかなり都会です。はい、で空が非常にこう黒く曇ってきましたね。雨降ってきました。カバーかけといてよかった。メガネを夜用に変えます。おお、効果てきめんだな。
根方面って書いてありますね。そっちに向かいます。今向かってるのはですね、積んでるバイクの納車じゃないんですよ。どういうことかっていうとですね、これは非常に状態がですね、低走行で、非常にこう綺麗なバイクだったんですね。だからでしかも大型です。はい、かなり大型のバイクなので、陸送でやらせてもらったんですけども、結構単価が高いものだったので、まあ、陸送でポンって送ってそのままっていうのがですね、自分的にはあまり嬉しくないので、なんとかですね、時間作って、顔見せだけでも行こうかと思って、立ち寄るわけなんですけども、なかなかこういう機会ってないんで、自分自身ですね、どんな顔していったらいいのかなっていうのがちょっと考えちゃいますけれども、とりあえずありがとうございましただけでも言ってこようかなと思ってます。しかしこのメガネ、夜よく見えるし機能的でいいんですけども、もうね、ご覧の通りすごい柄が悪いんで、やっぱね、挨拶の時は外した方がいいかなってちょっと思ってます。小樽にやってきましたよ。これは積んでる方のバイクの納車です。はい、札幌の先ほどの件はですね、案件はですね、残念ながらちょっとお客さんの方が休養で、ご不在でお目にかかることができませんでした。残念です。残念だ。まあ、ちょっともうしばらく札幌には来ることはないと思うんですけれども、バイクは調子良さそうで安心しましたけども、ちょっと残念ですね。はい、納車完了いたしました。ありがとうございます。いや、小樽ですよ、小樽。夜だから夜景見えるかな。雨降ってきました。なんかね、今日ね、雪の予報だったらしいですよ。雪降んないかな。せっかくスタッドレス履いてきたし。ここが多分ね、有名な、やばい、有名なところ。ここか、ここに。夜景とか倉庫街で有名なところですよ。これが小樽の倉庫街だね。素敵。でも一人で来ても普通。いやー、いい景色ですね。今回はちょっと適当に自分で選んだんですけども、こんなに高立地でいい景色なホテルとは思わなかった。かつてなく豪華。ここに一人で寝るんだぜ。もう寝るだけだぜ。ここは小樽の運河ですね。てか寒いです。だいぶ暗く映るな。もっと明るく映らないな。せっかくなんで北海道らしく、今日はファミリーマートのビールと惣菜です。いつも同じもん食ってるな。はい、おはようございます。部屋から見える景色です。いい景色じゃねえか。小樽は景色を食べるところだな。腰とか、なんでだろう。スクワットでもするか。朝食です。北海道だし。さーてと、旭川に向かって出発でございます。よいしょ。さらば、さらば小樽。あんまりいられなかったけど、まあそれでも一泊した。さよなら。この左側に見えるのがかの有名な小樽の運河ですね。はい、古い倉庫がありますね。前から気になってたけど、そごうのマークとかついてますよね。で、中にびっくりドンキーとかありますよね。はい、後のことはよくわかりません。意外と近代的。お、観光客。現在旭川に向かってるんですけども、雪残ってますね、右側。昨日寒かったもんな。雪は降ってないけど、雪の予報未だにあるみたいですよ。スタッドレス履いてきてよかった。
左側には海が見えますね。この角度ちょっと見えないかな。小樽の海はブルーなんですよね。まだ雪があります。ぜひ皆さん、今年のシーズン、このシーズンはですね、北海道を走りに来てください。で、僕あの高速をこうやって走ってますけどね、ぜひ皆さんは下道を、廊下、しかもあのマイナーな道取ってください。遠回りしてください。その方がいいです。休憩中です。私以外誰もいない。自販機とトイレがあるだけ、私だけ、軽トラだけ。いや、白樺、カバノキですね。北海道らしいカバノキの樹皮はですね、非常に乾燥しているためですね、剥がして細かくほぐすとですね、メタルマッチで火をつける際にいい火口になりますからね、皆さんよく覚えておいてくださいね。カバノキの樹皮はよく燃えるので、いい火口になるですよ。いいですか、これ覚えておかないとですね、サバイバルで生き残れません。砂川ですね。砂川。うちの近所にも武蔵村山、立川にも砂川あります。さあ、ピットイン、ガソリン134円、ちょっと高めですね。いやー、白いですね。今わかんないですけど、多分外気温5度ぐらいじゃないかな。はい、旭川で買い取りでございます。この辺なんですけど、高須ってとこに来てますね。高須、この須がね、鍋によってはちゃんと出ない。なんでだろう。ずっとまっすぐな道です。北海道らしい。はい、無事にですね、買い取りを完了させていただきました。ありがとうございます。いや、あのバイク好きな方で、しばらく談義してしまいましたけども、やっぱね、あの北海道はあのハーレーとあと BM の、 あのアドベンチャー系がやっぱ多いみたいですね。まあ、これはどこも同じ感じしますけれども、いや、売れてますね。やっぱでもアドベンチャー乗るなら北海道だなって気がしますけれども、はい、あとはもう、今日は終わりかな。はい、で、この後ですね、若干観光してですね、明日に備えます。なんだありゃ、 ロケットみたいなやつが立ってる。旭川タワーかな、勝手に今名前つけましたけど、あれなんだろうこれ。ツイッターで話題になった北海道は餃子、カレーを餃子にかけて食べる三好ののカレー、三好の餃子カレーで、三好のの餃子カレー来ましたね。まあこんな感じだろうなと。キャベツは、キャベツ、綺麗な北海道。ちょっと、三好のの餃子カレー、三好の餃子、三好じゃない、三好のの狩野の畑さん、これが本場らしいですよ。乗ってる量は3つです。餃子でカレーって超初めてなんですけど、餃子。うん、まあ、カレー美味しいですけど。はい、今日はあいにくの雨ですね。雨というかですね、朝方は雪でした。さすが雪降った。スタッドレスでよかった。でも雨です。皆さん見えますか？雪降ってます。雪です。完璧に雪が降っている。
おー、今ですね4月の22日です。北海道雪でございます。雪だー。おー、結構降ってる。いや、あのスタッドレスのままでよかった。東京はねだいぶ暑いんですよ。もう半袖でいられるぐらいね。で北海道来るときにスタッドレス脱ごうかどうしようか考えたんですけど、なんか北海道の方はゴールデンウィーク明けまで履いてるって聞いたんでそのまま来たんですけど、大正解でしたね。すごいわ、雪普通に降ってる。普通に降ってる。セイコーマートのショートブレッド最高。うまい。砂川サービスエリアまた来たんですけど、ここ日本最北のサービスエリアらしいですね。まあ日本最北っていうだけでなんかなんもないんですけど、なんもないってさ北海道の人に怒られちゃうんですけどね。本当北海道来てから関東帰ってですねサービスエリア行くとですねすごい豪華に感じますよね。テーマパークかっていうぐらい。はい、のっぽろというところですね。サービスエリアパーキングかな。ここを僕の知る限りだとこの辺り北海道の中でもう非常に数少ないコンビニがあるパーキングですね。非常に豪華です。三沢というパーキングエリアですけども、本当になんかトイレと自動販売機だけですね。はい、これが北海道の一般的なサービスエリアですよ。皆さん初めて北海道にツーリング行こうという方はですね、高速道路で期待しないように。高速道路はガソリンスタンドすらほとんどないです。しかも24時間営業ではない。軽くちょっと運動をしました。はい、今どこだこれ、今ね新千歳の近く、苫小牧東出口のちょっと手前にいるんですけども、旭川から函館まで460キロぐらいなんですよね。であと260キロ、まだ半分も来てない。北海道ね地図で見るよりでかいですよ。日本地図って、まあ、地球丸いから世界地図で見るとメルカトル図法を、メルカトル図法じゃないや、ちょっとね実際より、ね、なんか地図だとちっちゃく見える気がするんです。どうでしょう、北海道ね実際来ると地図で見るより大きい気がする。地図の表示が歪んでるからなのかな。富浦というパーキングエリアなんですけども、まあまあ本当に誰もいないというかですね、私ともう一台しかいない。北海道の高速道路今日一日中走ってるんですけども、なんだかすごい孤独感に苛まれてきましたね。やっとサービスエリア薄山というところまで来てるんですけども、スタンドが遠くに見えますね。はい、それ以外はあまりパーキングエリアと変わらないような感じでございます。はい、でもまあ少しだけ車がいるので孤独感には苛まれずに済みます。現在の気温は2度、すごい寒い。結構ね薄着できちゃったんですよね僕。東京の方がもうタンクトップでられるぐらい暑かったんで、すごい寒いなこれ。ああちょっと雪がまたちらついてきてるな。4月の21にそのぐらいですね。今寒い。今ですね伊達市っていうところを走ってるんですよ。でイラストに伊達政宗の兜が書いてあったんですけども、北海道のこの伊達市っていうのは伊達政宗となんかゆかりがあるんですかね。僕の気が確かなら伊達政宗って確か東北の宮城県かどっかあの辺の人だったような気がするんですけど、トラブル発生です。ですね帰りの便明日の夕方を当てにしてたんですけども、明日の夕方とですねその次の深夜が運休なんですね。やばいですね。そうすると明後日の夕方まで便がない話になっちゃうんで、まあ、ちょっと状況を見てなんですけども、今のところですね今晩1時半の便
便に向かってですね、函館から苫小牧まで、スイッチバックでタッチアンドリターンで折り返すっていう線が濃厚です。果たして間に合うんでしょうか。まあいずれにせよですね、僕の車は軽トラなんでスピードがあまり出ないんですよ。まあ踏みは出るんですけどね、それちょっと危ないんで、そう考えるとですね、なかなかちょっと時間的に厳しいような気もします。あと今日のホテルがキャンセルになってしまうので、そのお金がかかるな。予定は変更になったんですけども、順調に走っております。これからですね、買い取りに行く先は実を言うとですね、7、8年前にうちで納車した、販売させてもらったバイクなんですよ。で、まあ、お声掛けいただいてですね、行くんですけども、いろいろ私も感動的です。ここで高速道路が終わってるんですね。今作ってるんだ。よし、でここからは下道になります。なんか左側に行くとですね、日暮山なんとかっていうのがありますね。東京でいうところ日暮里って書くんですけど、こっちだと日暮山って読む、日暮里とか違うわ。皆さん見えてきました。これが函館の市街ですね。見えなくなっちゃった。すごい、初めて来た。よくね、後ろから来てるのにスピード落とす人いるんです。あれ間違いですからね。この付近ですね、まあいつもそうなんですけども、僕がね、この神山小学校とか三原とかですね、あと読めないな、これなんか読めない地名もあるんですけども、神山町、この辺に来てるんですけども、もしかしたら他にもうちの動画をご覧になってる方いらっしゃったりするんじゃないかな。どうですか、もしいたらコメントくださいね。さあ無事予約じゃない、買い取りを完了しましたね。はい、で、これからですね、スケジュールの変更通り苫小牧港を目指します。予定では22時38分到着の予定です。だ、間に合うのかな。頑張れ俺。トラブルなく間に合うといいんですけども、まあ一応余裕2時間で間に合うようになってます。東京と違って渋滞はないので多分大丈夫でしょうね。いやー、函館から札幌方面行くのってなぜか山道の一般道を通らされるんですよね。この大沼っていう付近、多分ね、地形的に高速道路通すのが難しかったのかなって思うんですけどね。真夜中に、真夜中じゃないんですけど、まだ6時とか7時とかなんですけど、山の中多分走るのは結構怖いですね。よっしゃ、ここだな入り口は。よし、というわけでまた高速に乗りました。多分函館滞在時間30分ぐらいですね。さらば函館、ありがとう。やっと苫小牧に到着しましたね。22時12分です。まあなかなかいいペースだったんじゃないかなと思いますけども、函館を、19時に出てますからね。鹿の飛び出し注意の看板標識がありますね。あれ思うんですけども、結構ねこの辺もそうなんですけども、角の形がヘラジカの角の形をしてるんですね。で、あの角っていうのは日本にいる日本鹿、エゾ鹿も含めてですけども、あれとはちょっと形が違うんですよ。当然カモシカでもないですね。で、あれが函館の方向に行くとですね、標識にある鹿の角がちょっと細くなるんですよね。より普通の日本鹿に近いやつが出てくるんですけど、なんか意味があるんでしょうかね。いや、間に合った、よかった。なんとか乗船手続きも終わりまして、あとは乗るだけですけど、最後の晩餐はセコマートのチキンカツカレーって書いてあったんですけども、入ってるのはチキンカツじゃなくてどう見ても唐揚げです。でも美味しいからいいかな。よかった、乗れて。間に合わないかと思った一時は。
北海道、うまい。なんかあっという間の北海道だったらまた駆け抜けた。深夜便乗るのは初めてです。あタイヤパンクしそうで嫌だこれ。しかし皆さん深夜まで肉体労働お疲れ様です。お疲れ様です。すごいよな。今日はカジュアルルームですね。なんか懐かしいなこれ。今回ですね、試しなんですけど、ビッグローブの、格安SIM、データSIMを使ってみてるんですね。で、結果から言うと非常によく使えてます。北海道の高速道路を動画見ながら、YouTube 見ながらずっと、見ながらって、かけながらなんですけど、走ってて。で、途切れることがほとんどなかったですね。途切れるときは携帯の電波があんま入らなくなるぐらいのエリアじゃないと途切れない。これはね、なかなか使えます。で、今こう船で、席にいると電波悪いんですけど、こう、あそこね、これです。で窓際に置い、まあ、電波いいとこに置いて、そこからテザリングで電波飛ばせば、どこにいても使えるとか、こういう使い方もできますね。もちろんカーナビなんかも、問題なく使えるので、これおすすめですね。夕日ですね。茨城福島の方かな。今美しいです。沈んでいきます。いやー、なんか今回の納車旅、買取納車は本当の弾丸でしたね。どこにもゆっくりしてる暇なかったな。まあ仕事だからしょうがないけど、まあまた来れる機会があればですね、もうちょっと今度は余裕を持ちたいですね。さあ着岸です。この時間に着くのは初めてだ。いやなんかいろんな車がいて楽しいな。こうやって降りるときみんなで来たんだねって感じがします。ここのタラップがねタイヤパンクさせてると怖いんだよ。だからちょっと平らなところになります。さ あこれであとはですね、安全運転でお店に戻るだけです。今だいたい8時、夜8時ですね、着岸しました。今回もですね、くしくもかなり特艦だったんですけど、少し遊ぶ予定だったんですけどね、何も北海道らしいことできなかったんですが、それは次プライベートで来る楽しみにとっておいてですね、またその時に、皆さんにお目にかかれるよう何かミーティングとやっていけたらと思っております。はい、というわけで、皆さん今回の動画少し長くなったと思うんですけども、ご視聴いただいてありがとうございました。失礼します。ただいま。パパもだよ。僕からだめだ。